こんばんは。現在ね、阪神の三宮駅に来てます。で、三宮駅ってね、阪神と阪急があると思うんですけども、この三宮から西の方は神戸高速線になって、それで山陽電車につながってるって形になってるんですけど、そこのね、神戸高速線を行って戻るように乗れば、阪神の三宮から阪急三宮まで乗れるんですね。そうするとね、運賃がね、なんか運賃表に載ってないんだとからしいので、ちょっと見に行って、ちょっと実際にやってみようかなと思います。阪神三宮の運賃表なんですけども、一応高速神戸で、阪急方面に乗り継ぎができるんですけど、それに関しては一切載ってないんですけども、一応ちゃんと運賃が設定されてるみたいなので、高速神戸乗り換えで阪急三宮に向かって移動しています。東須磨行きでいいのかな。東須磨駅のホームに、貼ってある路線図には、今この阪神の三宮にいるんですけど、で高速神戸に行って、こっちの阪急三宮方面に抜けられるよと、こっちの路線図には書いてあります。じゃあ実際これで乗ってみようかなと思います。高速神戸で下車しました。ちゃんと駅名表も高速神戸ってなってるんですね。で、向こう側に阪急の梅田行きが止まっているので、早速ね、あっちに乗り換えてみます。で、特急の阪急梅田行きが来ましたので、これに乗って、阪急三宮に移動します。ガチャのごめんか。では阪急の三宮で下車したので、あとは自動改札をね、無事に通れるか行ってみます。ダメなんだ、行かないんですね。いや、というのもね、こうウィキペディアで見ると、阪神三宮から阪急三宮150円で運賃の認可がなされているっていう風になってるんですけども、実際自動改札を通ろうとしたらエラーになってしまいました。あ、そうなんだ、そうなんだ、もう一回抜き合ってダメだったら駅員さんに聞くしかないですね。結果として280円の精算だというふうに言われて、このウィキペディアとね、阪神三宮から阪急三宮150円となってましたけど、そうではなく280円でした。多分運賃をね、計算したら、多分阪神から元町を、阪神の運賃230円で取って、元町から高速神戸経由、阪急三宮は、神戸高速の運賃150円プラスすると280円という計算だと思います。阪神三宮から元町の間は神戸高速と一体となった運賃になっているので、例えば阪神三宮から高速神戸とか乗ると、別に初乗り2回かからずに150円とかで行けるわけですけども、阪神三宮から阪急三宮に乗る場合は、運賃は元町で、打ち切って精算になるみたいですね。一応ね、窓口の係員さんも、手元の運賃表を参照して280円って答えを出してたんで、多分ね、このウィキペディアが間違いで280円が正しいんだとは思います。元町、阪神三宮を、神戸高速と一体と見なすのも、多分ね、それ自体が特例みたいなもんでしょうから、そうすると想定してない阪神三宮、阪急三宮って戻ると、その特例がなくなるみたいな考えなんじゃないかなと思います。とりあえずこのウィキペディアの運賃通りではないので、試しに、ね、乗ってみようって人は注意してもらえたらなと思います。この動画は以上になりますので、ありがとうございます。